Grow Your Business、Transform Your Life、アパルオフィシャルポッドキャスト、ジョブラグ思考。はい、えー、こんにちはプロです。今日はですね、商品が先か発信が先かというテーマでお話していきます。まあこれ本当にあるあるで。 まあどっちがね、先にした方がいいのかっていうのは、まあ、人によってね、考え方は変わると思うんですけど、まあ、僕が考えるのはですね、やっぱりこう発信を先にした方がいいっていうのがま僕の持論なんですけど、今回はね、その理由についてお話ししていきます。で、この自分の商品が見つからないと発信ができませんっていう人、本当に多いんですけど、そうすると何も始まらないんですね。で、何も決まらないで情報発信をしないでいると、当然ゼロの状態なわけですね。 ゼロっていうのはどんだけ積み上げてもゼロなんで仮に情報発信をして1でも2でもね認知を広げるとか信頼を獲得するっていうことをしておけばですねまあその後ねやりやすくなったりとかするわけですけどただ時間だけが過ぎていって何もね積み上がっていかないみたいな状態になるわけですでおそらくその商品がないとね発信ができないっていう人は、まあ、時間を無駄にしたくないっていう意識は強いんだと思うんですよ せっ情報発信したけど途中で方向転換したらね時間がもったいないっていのはあるのかもしれないですけどでも何が自分に合ってるのかっていうのはねやってみないとわからないっていところは非常に大きくて実際自分がやってみたらねなんか思ってたのと違うなみたいなことよくあるわけですし自分がいいと思ってるものと実際求められているものがね合致しないとかっていうこともあるわけですだからしっかりとこう商品をね作ってからじゃないと動けないっていう人多いんですけど僕は正直何が売れるか売れないかなんて考えたところでわかんないわけだから だったらもうさっさと動いた方がいいっていうのが僕の考え方なんですよね。なんとなくのマーケットはわかるじゃないですか。例えば、英語市場ってすごい大きいから英語の商品作ったら売れるなとかってわかるわけですけど、でも実際英語の商品を作ってもそんなにね、売り上げ伸びないとかって、普通にあるわけですよ。でもう考えたところでわかんないんだから、とりあえず動いてね、できることをやっていく。で、合うが合わない。それ自分が何に向いているのか、何が好きなのかっていうのは、やっていく中で見つけていったりするわけですよね。だから例えば、 イチロー選手とか大谷選手とかね、野球、まあ、才能を持ってますよね。でも彼らは野球をやったから、自分にはこれが合ってるっていうのは分かったわけですよ。彼らが野球をやる前から、自分にはこれが合ってるっていうのは判断できなかったわけですよね。で僕自身もコンテンツ販売っていうのは自分のビジネスとしてやってますけど、これはやっていく中で、なんか他の人は結構苦労してね、ひいひいながらやってるのに、自分は結構あっさりとで,できたっていうのはね、あったんで、おそらく向いてるんだろうなっていうのはあったわけですね。 でもそれはやってみたから初めて分かったことであって、自分の過去の経験の中からね、そういったことを、まあ当時ね、えー、ブログで発信したことすらないような状態からスタートしたんで、その状態から、よし、コンテンツ販売やろうとは絶対ならなかったわけですよ。でやりながら、そういうね、自分の中で、あ、これ自分に合ってんだな、みたいなものを見つけていったと。でこの情報発信をするっていうのはすごく大事なのは、結局商品ができてもですね、その、そこから、その状態から情報発信をしたのではですね、商品が売れるようになるまで、さらに時間がかか かかかるからなんですよね先に情報発信をしておけば商品ができた時にもうすぐ売れる状態になるわけですよ。リストがあるとか信頼が溜まってるっていう状態になるからすぐに販売開始すれば売れるんですけど商品ができてもですね売る相手がいないとか信頼が溜まってないんであれば結局売れないんですよ。だから情報発信をしながら、まあ、並行して商品を作っていくみたいな情報発信をしていく中で自分の見込み客はどんな人なのか。 何を求めているのかっていうのはね少しずつ分かってくるようになるんで、そうするとそれに合わせて商品を作っていけばいいわけですねで例えば先に商品を作ろうみたいな人って多いんですけど商品って別に僕たちが作ってるものっていうのは無形商品なんでいくらでも修正ができるんですねだから例えば情報発信をしながら仮に商品を作って売れなくてもそこから手直しをしたりとかねまあこう内容をブラッシュアップしたりとかすることによって売れるようになったりするわけだから最初から完璧なものを作ろうとする人じゃないわけですよ だからそんなことやってる、考えてる暇があるんだったら、少しでも何かね、発信した方がいいと思うんですよ。10点満点中の10点じゃなくても、1点でもね、0.5点でもで、0よりはマシじゃないですか。だけどそこでやっぱり完璧主義になってしまう人っていうのは、情報発信も止まってしまう。完璧な情報発信をしないといけないっていうふうになってしまって、全然発信が進まない。その結果認知も広がらないし、信頼も溜まっていかない。で、全然商品が売れないっていう状態になってしまうわけですね。 これ本当に大事なんですけど、相手が自分のことを知らないっていうのは、すごくセールスの難易度が高くなるんですね。しかもそれがオンラインであれば余計、より一層ね、難易度が上がります。自分がお客さんの立場になって考えてみてほしいんですけど、全く見ず知らずの人から商品を買う、見ず知らずの会社から商品を買うって結構抵抗ないですかおそらくやっぱ何かしらの警戒心とかね、あると思うんです。 それがインターネットだってより一層警戒心が高くなるわけですね。だってとんでもない詐欺師かもしれないわけじゃないですか。ってなるとより一層こう警戒心が高くなるんで、相手が自分のことを知らないっていうのは、相当この商品販売のね、ハードルがガンと上がるわけですよで。どうやったら売れやすくなるのかっていうと、まずは知ってもらうことですね。この人知ってるっていう状態だけで、全然そこのハードルのね、高さが変わってくるわけだし。なんなら信頼が溜まっていれば、さらにそのハードルは下がるわけですね。 そのためには何をすればいいかっていうと、もう情報発信しかないわけですよ。お金がある人は広告を使うってこともできるでしょうけど、やっぱり膨大な広告費がかかるとかね。っていうことでなかなか広告が出せないっていう人も多いと思うんで、そういう場合はやっぱりもう情報発信をするしかないんですね。だから商品が先か情報が先かって言われたら僕は発信の方を絶対に先にすべきだと思いますで。この情報発信、日々の情報発信っていうのが結局後々コンテンツのネタになったりするんですね。 だからこう情報発信、まあ、どの媒体においてもそうですけど、断片的じゃないですか、断片的な情報が、こうね、えー、ランダムに発信されているわけですね。体系化されてないんですよ。だからやっぱ聞いてる側も、そういう体系化されてないから、いまいちね、こう理解ができないとか、その個々にはその発信の内容っていうのは理解できても、それを何か自分の欲しい状態、必要な情報だけを効率的に学ぶみたいなことは、なかなか難しいわけですよね。 それを体系化してまとめてあげることによって、一つのテーマに基づいた分かりやすいね、えー、コンテンツっていうものができるわけです。で、そのパーツパーツっていうのは、この日々の情報発信の中からね、見つけてくることができるわけですよ。だからこういった一回一回の情報発信を毎回ね、コンテンツを作るための、まあ、ネタ作りだみたいな意識でやっていくと、ね、コンテンツを作るときもスピーディーにね、こう時間をかけることなく作ることができますし、やっぱりクオリティの高いコンテンツを作りたいんであれば、 情報発信をして、ね、自分の発信力を高めていかないと、こんな無料媒体でね、発信が録音できない人が、有料媒体でね、質の高いものってやっぱ作れないわけですよ。この日々の情報発信っていうのは、まあ、コンテンツ作成のね、練習みたいなもんなんで、ブログにしよう、YouTube にしよう、ボッ o キャストにしよう。そういう一個一個のね、自分の発信、投稿っていうものが、質の高いもの、レベルの高いものが作れるようになればですね、当然、それをね、有料コンテンツもまあレベルの高い、 内容のね、濃いものが作れるようになるわけですけど、そういった無料のね、発信すらまともに録音にできない、濃いものが作れない人が有料でいい商品を作れないんで、だから自分が価値のある、ねえー、質の高い商品を作りたいのであれば、やっぱり日々情報発信をして、まあ、自分ので自分をね、こう練習して訓練していかないといけないわけですね。だけど、やっぱり情報発信っていうのはすごく面倒くさいので、多くの人にとって。 やっぱりやりたがらないんですよね。できる限りじゃあ、例えばコンサルとして自分がね、スタートするんだったら、情報発信をできる限りしない形、商品だけ作って、フェイスブック適当にね、なんかオファーみたいなの作って投げて、来た人にね、テクニックでこう、無理やり交わすみたいなことをやってしまう。でもそれでも売れないことはないかもしれないけど、次に続かないですね。なぜなら発信してないから。発信してないから集客ができてないわけですよ。だからそれ、一発二発売ったらもう玉切れになってしまって終わりみたいなね。 感じになってしまうんで、やっぱり情報発信をして自分で集客していく。そして信頼構築をして、自分にとって、ね、理想のお客さんだけと長く付き合っていくみたいな、そういう状態をしていく必要があるわけですね。情報発信っていうのは集めるっていうね、意味合いもあるんですけど、絞るっていう意味合いもあるわけですよ。自分にとって理想じゃないお客さんをふるいにかけていくってこと。そうしないと、もうありとあらゆる人が来たらね、自分にとって望ましくない人とかも紛れ込んできちゃったりするわけだから。 そうならないために情報発信をすることで、ふるいにかけて絞り込むわけですね。そうすると自分にとって理想のお客さんだけが残ってくれるようになるので、そういったことが、ね、できるようになるのも、やっぱ情報発信の持つ意味みたいなもんなんで、まあ、僕はその特に、ね、初心者の人に話をするときっていうのは、とにかくやっぱり情報発信を先にしてくれっていうふうに、ね、言ってるんですね。 理想の商品なんかね、えー、そんなすぐ見つかるもんじゃないし、作れるもんじゃないから、そんなの待ってたらね、時間がもったいないんで、さっさと動き出した方が、さっさと動き出して、なんかこれ違うなって思ったら、すぐに方向転換できるじゃないですか。でもそれ、決まるまで動けないってなったらねで、決まってようやく動いたけど、やっぱなんか違うってなったら、方向転換するまでもう時間がかかっちゃうわけですよ。だったらもうさっさとやって、あ、なんか違うなって言って、すぐに方向転換した方が、まだね、えー、こう、軌道修正もすぐにできるかなっていうふうに思うんで、 まあ商品作ってからじゃないと動けないっていうふうに考えている人は是非ねもう今すぐにでも情報発信を始めるってことをやってみてください。